道光は京都北小路室町に邸宅を築きました。人々はその美しい御殿を花の御所と呼び、義満を長きにわたる戦乱の世を治めた素晴らしき将軍と称し、これからの時代に期待しました。そもそも切羽、目に見えずとも感じるもの、それは何じゃ。はて、匂い、匂いにございます。硬い定行は目に見えずとも感じるもの、それは幸せじゃ。要はの、ありありと目に見えなくても民に幸せを感じてほしい、そんな世を作りたい。にしても上様の問答好きにも困ったものですな。これでは新右衛門、次はその方を困らせるとしよう。あ、いや、孫さん、切羽、この世で一番の武将は誰じゃ。それはもちろん上様にございます、うん、ではこの世で一番知恵のあるものは。それももちろん上様に。うん一休殿。一休殿にござります。一休、一休な。あ、そうじゃそうじゃ、一休じゃ。これ一休な。渡るべからず。まいったな。これじゃ向こう岸の位置に行けやしないよ。困ってる困ってる。頭と橋は使いよう。これでみんなうちで買い物するしかない。さすがお父様、商いさせたら天下一年、ね、さあいらっしゃいいらっしゃい。皆の衆、お値引きさせていただきますよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。ついでに買っちゃいなさいな。ひどいや、桔梗屋さん。なんとアコギな。桔梗屋さんの品は高いからな。湯気はどうなるんだ。お腹すいたよ。一休はまだか。一休は。一休さん、こっちこっち。ほら見て、みんな橋を渡れなくて困ってるの。本当だ、おさえちゃんの言ってた通りですね。おお、一休さんだ。助けとくれよ一休さん。またいつものトンチで一つ。いくら一休さんでも今日ばかりはどうにもなりませんでしょう。橋で恥をかく前に走ってお帰りになられては。さすがお父様、シャレを言わせても天下一年。お優しい方ですね、桔梗屋さん。は？な、何するのよ一休さん。待ちなさい、この橋渡るべからずと書いてあるではありませんか。ですからこうして橋の真ん中を歩いているんです。は？桔梗屋さんはお優しい方なので、私たちが橋から落ちたりしないよう橋の端っこを歩くなと札を立ててくださったのでしょう。
はあ、そうですよね。あ、その通りですとも。なあ弥生。そうよねお父様。では皆さん橋の真ん中を歩きましょう。すげえだ。まんじゅう頭み。おしょ、おしょ、一大事でござる。また一大事ですか、信玄門殿。今度という今度は本当に一大事でござる。なんと将軍様が一休殿を御所へ連れてまいれとこう仰せられているのです。一休はの、上様は一休殿のとんちの際に痛く感心されておりまして、ぜひ二度のことでございます。やればちとお待ちいただけますかの。あ、いや、おしょ、上様のお召しをお断りするのはちと。慌てない、慌てない、一休み、一休み。一休み、一休みの。そういうわけでございまして。うん、はい、わかった。待てというなら待とうではないか。ただし見ておれ一休。何をお考えなのでしょうな上様は。その方のせいじゃ。上様は負けず嫌いなお方ゆえ、自分より知恵があるものと言われた手前、一休を任さなければお気が済まんのだろう。これほどに上様が一目置かれる一休殿とは一体。上様より一休殿の目付け役を仰せつかって以来、ずっと不思議に思っておりました。なぜ上様は一休殿を見張れと申されたのか。してその方はどう考える。わかりませんね。ですが一休殿と一緒に町に出てみると、御所の中から見えぬものも見えてきます。聞こえぬ民の声も聞こえてきます。ですから拙者はこの先も一休殿のそばで上様の目となり耳となる所存にございます。よくぞ申した。うん、では一休、お灯明を消しなさい。はい。一休さん、一休さん。おお、さよちゃん。どうしたの？門の前に一休さんのお知恵を借りたいって人が大勢集まってて。それじゃあ、今すぐ行きますね。これ一休、人間の息は決まれているゆえ、そのように決してはいかん。仏様にかけたりしたら罰が当たる。はい、すみません。手前どもからお願いしますよ。ずるいぞ桔梗屋、後から来たくせに。ずうずうしいやつめ。そうだそうだ。ずうずうしいのはどちらですかな。ご神物のなしに
お願いだけしようだなんて。さあ一休さん、お土産よ。ではお先に失礼しますよ。行きましょう一休さん。お待ちください気象屋さん。何か。実はお寺では聖書が禁じられてるので、獣の毛皮を着た方は中に入れないのです。なんと、中に入れない。そうなんです。では本堂の太鼓はどうですか。獣の皮が貼ってありますぞ。なので毎日バチを当てています。さすがは一休さん、分かったらとっとと帰るんだな。悔しい。さあ何を何を帰るの。いつもやられている分今日は利用してやろうと思ったが、あのまんじゅう頭め、今に見ていろ。ありがとな一休さん。見たか、あの気球の顔。一休さんのトンチは弱い者の味方だもんね。え、いえ、そんな。これ一休、僧侶のなすべき務めはトンチではない。皆の衆にちやほやされて喜んでいるようではいかん。私は仏様の教えを守ったのです。口が減らんの。でもお腹はひねんですよね。やはりお前にはまだまだ修行が必要じゃ。やてやてはらやてはらぞやてほじそばはんにゃしんじょう。いっきょ、何をしておるのじゃ。和尚和尚様のお教え通り、人間の息は汚れているゆえ仏様にかからないようにしているのです。お前というやつは。和尚様教えてください。なぜトンチで人助けをしてはならないのですか。お前にはまだ見えておらぬ大事なものがある。大事なもの。はっ、皆川様どうぞ。はあ、いつもかたじけない。おさよ殿。いえ、お寺に置いてもらってるんだもの。さよも何かお役に立ちたいです。さよの親は先の戦に巻き込まれての、身寄りは祖父の御作だけじゃ。あれ、あ、そこにある。二人とも寺のためによう尽くしてくれておる。親のない者同士、一休もさよとは心を通わせておるようでの。見守っていこうではないか。あの小さな命が知恵を絞り、この世をいかに生き抜くかをの。はThank you.
ては一休、明日も朝から今日と同じ修行を続けるのだぞ。お嬢様、修行もします。仏様へのお祈りも欠けません。ですから、なぜとんちで人助けをしてはいけないのか教えてください。言葉で教えられたことは身にならない。悩み、苦しみ、汗を流したことのみがお前の血となり肉となる。そもさん、せっぱ、遠く離れていても離れはしないもの、何だと思いますか？遠く離れていても離れはしないもの。母上様、私にはわからないことばかりです。でも一休はくじけません。いつも母上様の問いを考え、明日も精進します。皆川様。おお、おさよ殿。あのてるてる坊主、一休さんの母上なんですよ。今は訳あって会うことはできないけど、母上の着物で作ってくれたてるてる坊主がいるから寂しくないって。さようでござるか。それじゃあ蜷川様、おやすみなさい。おさよ殿、今後は拙者のことは新右衛門とお呼びくだされ。はい、新右衛門さん、おやすみなさい。この放送はNTT 東日本、NTT 西日本、アース製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。一休、気がついたようじゃの。はい、和尚様。お前はいつもとんちで皆の衆をお助けしておるかもしれん。じゃがお前がとんちをひねっている間、兄弟子たちは働いておった。誰に頼まれもせずにの。感謝されるより感謝する気持ちが大切なのですね。一休はまた一つ大事なことを知りました。おっ、ならよろしい。おさよと遊んでらっしゃい。おさよちゃんだね。
あったり。見て見て、うわあ綺麗だね。皆さんご機嫌よろしゅう。今日は毛皮を着ていませんゆえ、お邪魔しますよ。わあ、素晴らしいお茶なんですね。さすが一休さん、お目が高い。それにこの菓子も素晴らしい。さぞや美味しいものなんでしょうね。とんでもない。これは大人のための菓子。小僧さんたちが食べたら体に毒です。毒というわけだから、皆さんくれぐれも食べたりしないようにね。食べたりしたら死にますぞ。そんな、あんなに美味しそうなのに。食べたい食べたい、食べたくて死にそうだ。それで私にご用とは。ああそうそう、この茶碗なのですが、いつもお世話になっているお礼にぜひ和尚様に差し上げたいのですが、よろしければ一休さんの方から渡していただければと思いまして。それはもちろん。ちなみにこの茶碗、この世に二つとない貴重な品ですから、心してお取り扱いくださいね。壊したりしたら大変よ。では手前どもはこれにて。何か裏がありそうですね。弥生さんに裏も表もない。この茶碗は俺が和尚さんにお渡ししておく。うわっ、なんと割れた。割れちゃったよ。見ればっかり繰り返すな。でもでもどうするんです。それはそれ、一休お前とんちでどうにかできるか。しかれど、さすがにとんちでも割れたものを元に戻すことは無理だろう。はい。ああ、俺ってやつは気球屋さんからいただいた大事な品を壊してしまうなんて、いっそ死んでお詫びしたい。十年さ、何の御用でしょうか。一休さん、一休さん、何なの。これは一体。実は和尚様にといただいた大事なお茶を奪ってしまいまして、みんなで死んでお詫びしようと例の毒の菓子を食べたのですが、どうにも死ねないのでございます。全く死ねない。死ぬ気配もない。ほんと食べたい。毒の菓子とな。はい、桔梗屋さんが小僧の体には毒だとおっしゃったこの菓子でございます。ああ、いやいや、桔梗屋殿、はい、ここはこの年寄りに免じて小坊主たちの不始末を許してやってはくださりませぬか。ああ、それはもう、はい、弥生さん、すみませんでした。気にしないで、周年さん。よかったですね、周年さん。あ、ハハハハハ。
は。あのまんじゅう頭め、本物のまんじゅうだったら食ってやるのに。パクッ。あ小僧さんには毒の歌詞ですか。にしても一休殿のとんちの際には驚かされるばかりです。どうですお嬢、そろそろ一休殿を御所へお連れしてはなりませんか。いいでしょう、お連れください。一休殿。一休にございます。おお、よくぞ参られた。して上様は。おお、そなたが一休か。そうじゃ、一大事じゃ。これを見よ。うわ、これは一体何やつの仕業にございますか。虎じゃ。なるほど、虎ですか。虎、そうなのじゃ、こやつの仕業なのじゃ。こやつがここから抜け出しては悪さをしておるのじゃ。そこでの一休、お主の知恵でこの虎を捕まえてはくれまいか。え、上様、それはさすがに天下一の知恵者と言われるお主のこと、それくらいはたやすかろう。では少々お待ちくださいませ。おお、ひらめきましたか。はい、では将軍様、私に縄をお貸しくださいませ。縄。それではこれよりあの肉きたらお縄にかけてご覧に入れます。うん、頼んだぞ一休。まずは刀と槍で囲ませてください。整いました。では将軍様、どうぞあの虎をこの中から追い出してください。何？さすれば私があやつを縛り上げます。さあさあ追い出してください。天下の将軍様ならたやすいことですよね。さだゆき、なんとかいたせ。私でござりますか。それお主らもやらぬか。おお、あっぱれじゃ一休、お前の勝ちじゃ。褒美に屋敷を案内してやれ。昼寝しないと。やあな、マミと遊びたい。
です。痛めないと大きくなりませんよ。不思議です、母上様。私はここを知っている気がします。一つ伺ってもよろしいですか。何じゃ。上様がかようにもお目をかけられている一休殿とは一体何者なのですか。その方にも伝えておく。一休の幼少の名は千菊丸といい、今の帝の御子なのじゃ。なんとは天皇の御子。やんごとなき血筋ゆえいらぬ火種とならぬよう仏の道に進ませた。この時代、大きな権力を持つ天皇後継者をめぐり騒乱が続いていました。そのため天皇の血を引く一休は後継者争いの原因とならないよう母と引き離され、仏の道に進むことになったのです。一休、許せよ。一休殿。君は今日の外れでつつがなくお暮らしであるとは、上様からのことでです。一休殿、会いたいでござろうな。え？離れていても離れはしないもの。その答えが分かる日まで私はくじけません。涙は見せません。一休み、一休み。
ここまでの放送は NTT 東日本、NTT 西日本、アース製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。定之、わしの耳は遠くなったか。いえ、そのようなことは。だが流行り病の様子がこの耳に届かぬ。大層町にはびこっているそうではないか。ご存知ではありませんか。では知りながら手立てを打たぬわしは能なしか。恐れながら民の薬は必要ですが、上様が民の臣下となれば我が国は終わりにございます。この時代、お隣の民の国とはまだ交易が始まっていませんでした。疫病が流行っては多くの人々が命を落としていたのです。朝人気の一級まんじゅうですよ。おいしいおいしいおまんじゅうですよ。一級まんじゅうはいかがですかな。今はね、まんじゅう買う余裕はないの。もう儲かると踏んだんだがね、まんじゅう頭。お父様、それを言うなら一級まんじゅうでしょ。どうしたんです、青年さん。俺はお前に負けたくないんだよ。この寺の一番弟子としてトンチでも人気でも雑巾がけでもお前に勝つ。ぜーしかれど雑巾がけで張り合っても大食いなら勝ってる。一級一大事だよ。なんだちんねん、しんやもうさんじゃあるまいし。蛇が出たんだよ。え、蛇？仏に仕える者が殺生なんて。でも他俺に任しとけ。でや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 でさあおさよちゃん、今のうちにこっちへ。ありがとう中年さん、さすがですね。わかればいいんだ、わかれば。それでも殺生は許されない。おさよ、おさよ、蛇はさぞや怖かったろうの。はい、とても。おさよは一休に救われたかの。はい、一休さんが助けてくれなかったらきっと蛇に噛まれていました。少年、これでも一休のしたことは許されぬかの。それは、その…今回は少年も一休も間違ってはおらん。二人ともおさよを守ろうとしたからの。
地上無辺誓願路煩悩無人誓願断法門無量誓願楽仏道無上誓願路今回は引き分けってことにしといてやる。シュンネウさん、今日は勉強になったな。しかるに私たちが守らなくてはならないものは決まり事ではなく人なのだな。したの？ここからの放送は三菱電機花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。パンチ合戦を行う。御作殿の病はおそらく今都に蔓延している流行り病でござる。流行り病？その病にかかると高熱を発し、赤い発疹があらゆるところに現れ、命を落とす者も少なくないという恐ろしい病にござる。お父、お母、さよはくじきません。涙は見せません。一休さんたちみたいに精進します。だからおじいを助けてください。おせいちゃん、一休さんの真似しちゃった。ごめんね。このてるてる坊主は一休さんの母上なのに。おさゆちゃん、今日からあれは二人のものにしましょう。え？二人で祈れば祈りが二倍届けますから。一休さん、おじいね、本当は辛いはずなのにさよに言うの。つらくねえぞ。こんなものちいともつらくねえ。心配しちゃうもん。ではかような流行り病には民の薬が必要と。このご時世じゃ民に頼るのが難しいことは重々承知。じゃが
あれば救える命もある。なんとかならないものですか、シエモンさん。上様もさぞお悩みでございましょう。ちゃんが悲しみます。俺だって好き好んでさよを置いて出てくわけじゃ。俺の気持ち分かるべ。分かりません。どうして大人は子供のために離れ離れになることを選ぶのですか。一緒がいいです。離れ離れは悲しいです。行かないでください。来てならねえ。それ以上オラに近づいちゃダメだ。おさよのこと頼むな。来ませんな、うざく。お嬢様、おら、さよや皆さんに病を移すわけにはいかねえだ。お作が悪いのではない。分かち合わせてはもらえぬかの。私はひどい有様と聞いています。一休、こら決めろ。もうそういうとこじゃないんだろうにな。こら、みんなひどいわ。まるでお父様が悪者みたいに。悪いのは民国と商いをしない将軍様なのに。そうだ、将軍様が悪い。これじゃあ一級万丈が売れ残ってしまう。君は分かってるんだぞ。弥生さん大丈夫かな。一級、これからどうなっちまうんだ。おう一休、わしに用とな。祖母さん。なんじゃ、とんち比べに参ったか。上様は今それどころでは。たまん。祖母さん。切羽。民国の薬のほかに流行り病に効くものは。答えは空を飛ぶ馬や空を舞う魚です。つまりはないということか。はい。その後それをわざわざ伝えに来たか。そもさん、これ一休、いい加減にして。切羽、
目に見えずとも感じるものは。それは簡単。幸せじゃ。当たりです。でも答えはもう一つあります。もう一つ。はい。上様にかような格好を。上様ではない。今は貧しき親子じゃ。の一休。はい。してわしに見せたいものとは。問答の答えはいかに。それは暗黒寺の中からも御所の中からも見えないものです。行きましょう。一休さん。そうよね、一休さんよね。弥生さん、どうしたの、そんなボロをまとって。そちらは。わしのことは捨ておけ。気にするでない。何偉そうに。変な人。変な人。弥生さんはどちらへ。おば様のところよ。この辺りは危ないから避難しておきなさいってお父様が。うん、誰しも病がうつるのは恐ろしいからの。そんなんじゃないわよ、バカ。バカ。そうよ、私は病が怖くて逃げるんじゃないわ。このバカ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 。なんじゃあのジャジャ馬は。弥生さんは父親さんの娘さんなので、町の人にお薬を売れと責められているんです。ここか。先ほどの娘の店は。はい。薬がないのは問屋のせいではないというのにの。吹き溜まり危のうございます。かまわぬ。そろそろ参りましょう。上様のお体が心配です。将軍様、まだ答えが分かりにならないのですか。分かっていても放っていかれてしまうのですか。一休、上様には上様のお立場が。ですが、みんなあんなに苦しんでいます。おばちゃん、おばちゃん。
背にこの淵は深かろう。構うな。あの者たちの痛みに比べればこれしきの傷。おじいちゃん、これありがとう。すまんな、大事な飯を。うん、おじちゃんはおじいを助けてくれたもん。上様、病がうつりますゆえ。感じるもの、答えは痛みだったか。戦が目に見える敵ならば、病とは目に見えざる敵。どちらも等しく我が民の命を奪うものでありながら、古書からは喘ぐ民の痛みは見えなんだ。お前がそれを見せてくれた。後に勘合貿易と呼ばれる日明貿易が始まりました。明からは銅銭や絹織物、陶磁器のほかに人々が待ち望んでいた薬も日本へ入ってきたのです。欲しい？はい、お薬よ。将軍様だな。
なさい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 。天下一お安い気を屋ですよ。お薬になんと一級まんじゅうもつけてこのお値段。いらっしゃいいらっしゃい。みんな欲しいなら順番に並んでくださいな。仕入れは安く売り値は高い。仕入れは安く売り値は高い。お父様ですよ。売り値も安い桔梗屋ですよ。はーい、修練特製美味しくて栄養たっぷりのお経ですよ。みんないっぱい食べてね。遠慮はゴミよ。うまいうまい。お前が食べてどうする。ありがとうね、一休さん。一休さんはトンチの天才なだけじゃなくて、おかゆを作らしても天才ね。それにお顔も可愛らしいわ。いえ、そんなこと。いつめ、ちびっこのくせにカッコつけやがって。わっち、ほんと可愛いわ。ねえ。いえ。慌てない。一休み一休み。ソモさん、シッパ。遠く離れていても離れはしないもの、何だと思いますか？遠く離れていても離れはしないもの？ナムさんです。たとえ今は分からずとも、いつの日か必ずや答えに気づく日が来ます。千菊丸。はい。これからあなたは立派なお坊様にならねばなりません。お坊様に？くじけず、涙を見せず、母の問うた答えを見つけてください。母上様、いつもあなたを思っております。七夕か。はい。願いが書かれた短冊で溢れておりまする。己の儲けや野心の見当たらぬ。誰もが誰かを思う願いばかりにございますな。売れるなら何でも売ろう、桔梗屋で。もっと儲かりますように。商売繁盛商売繁盛。お父様、まだまだ吊るせますわ。じゃんじゃん吊るしなさい。はい、じゃんじゃん吊るしますわ。あんな欲張って、欲にまみれている。相変わらずだな、桔梗屋さんは。食べたいな、天球まんじゅう。天ね、お前も相変わらずだな。いかがした？
将軍様。そうじゃ、わしにこの世を見せてくれた褒美に一つお前の願いを叶えてやろう。願いでございますか。ただしわしの出す問いが解けたらの。では一休、遠慮なく食べるがよい。ありがとうございます。だがワンの蓋を取らずにの。蓋を取らずに食べるのですか。それぐらいその方であれば朝飯前であろう。うん、わかりました。ではいただきます。蓋を取っていませんよ。さすがは一休殿。大変美味しいです。では遠慮なく汁もどうじゃ。温かいうちにの。え、汁の蓋を取らずに飲むのは難問ですな、一休殿。どうした、一休、できぬのか。さあさあさあ。ちょっと考えさせていただきます。なく悩んでおるの。大丈夫でございますか、一休殿。ではありがたく頂戴いたします。でもせっかくのお汁が冷めてしまったようです。恐れ入りますが、温かいものと変えていただけますか。蓋を取らずに。なんとかいたせ、シエモン。拙者でございますか。またしてもあっぱれじゃ、一休。約束通り褒美を遣わす。何なりと願いを申せ。でもお嬢様の教えでは、自分のために願い事をするのはいけないことと。その方、わしの褒美を受け取れぬと申すのか。ごめんなさい。わしに恥をかかせた罪は重い。罰を与えるしかないの。罰？もう一休に罰をの。してその罰とは。寺社参りにございます。寺社参り。先日伊予の局が善光寺参りの旅にお出になられたそうな。おお、なるほど。上様も洒落たお計らいを。されど女の人の足で信濃の国に向かわれたとなれば、京へは戻らぬお覚悟かもしれませぬ。つまり一休が追わねばもう会うこともかなわぬと。はい。母上様、私は一体どうすれば。一休さん。おせいちゃん。あのね、うちのおじとっても元気になったのよ。それでね、
さんのためにうーんと長生きしてくれるんだって。それは良かったですね。さよは幸せ者です。だから次は一休さんの番ですよ。一休さん、善光寺へ行って母上に会えるんでしょ。おさよちゃんね。ですが私にはお勤めがありますし。バカだな一休。そんなのお前の一人や二人いなくてもなんともない。周年さん、レスは任せたわけ。木年さん、お前の飯は俺が食べといてやる。天年さん、えい、うわー、くぞー早く行かないと今度は衣の中に雲を入れとくぞ。天年さん、行け一休。このご恩は忘れません。行ってまいります。そうですから。ありがとうね、おさよちゃん。降らば降れ風吹かば吹け。こうして一休はもう二度と会えないかもしれない母を追い、一人善光寺へ向かうことに。今日から善光寺への道のりはおよそ100里。一休の足だと一月近くかかる道のりです。そして丸一日歩き続け、一休がようやく近江の国へ差し掛かった時のこと。これは一体、まいった、酒は進めそうもない。そんな、せっかくの魚が腐ってしまうわ。よし、先生、こちらでございます。あ、何とぞ力をお貸しくださいませ。あの岩さえ運んでくださればお礼はたっぷりさせていただきますんで。任せろ、必ず運んである。なんとも頼もしい助っ人のお出ましだ。はい。もう一杯。
やはや見事な食べっぷり。何日もご飯を食べていらっしゃらなかったのでしょうか。さあ、それではお願いします。では私の背に乗せろ。ほりゃ早く。あのそれは無理でございます。その岩を持ち上げることができるなら何もお頼みしてはおりません。であれば拙者も無理じゃ。わしは運ぶと言ったまで背負うとは言っとらん。ちょっと俺たちを騙したの。もうキャラ水くってひどいじゃないですか。どけどけ、お待ちください。なんだ小坊主。あなたの背中にこの岩を背負わせてご覧に入れますから。やれるもんだったらやってみろ。そこらへん。おい、何しているや。お侍様の背中に岩が落ちるように穴を掘っているんです。何？穴ができたらお侍様には穴に入っていただき、みんなで上から岩を落とします。せいぜい岩に潰されないようにな。ちゃんと背中に乗せますからね。できないとおっしゃるなら今のうちですよ。そうだ、できんならできんと言ったらどうだ。お前も侍の端くれだろ。そうだ。謝れ。俺たちを騙して謝れ。できないんだろ。謝れ。お侍様、お腹が空いてたんですよね。皆さん、どうか許してあげてください。お願いします。あともう少しです。しかしまあ見事なトンチだったな小坊主さん。本当よくぞあの男を改心させた。もしやあなたはかの有名な一休さんでは。一休は一休ですけど。えやはり。おいみんな、こちらはあの伊勢のトンチ名人一休様だそうじゃ。いや私は安国寺の一休で、伊勢の一休では。偉い方だったとはな。まあお代も偉く高いと評判ですけどね。なんでも一日に一貫も稼ぐそうじゃないですか。たどり遠回りになったとしても、とんちでお金儲けするなんて許せません。
渡れるもんなら渡ってごらん。さあ皆さん、私についてきてください。待って、ここにこの橋渡るべからずと書いてあるではないか。ですから橋ではなく、こうして真ん中を歩いているのです。参りました、一級殿。皆さん真ん中を。さすがは一級さんだね。本当にいた。さあさあ、お困りの皆様、一級殿が悩みを解決してくれますぞ。この蜷川新右衛門が太鼓判を押しまするお代はたったの50文。はい、並んだ。ほら、順番に、お互いで。偽新右衛門さんまで。では、お次の方、どうぞ。つかぬことをお伺いしますが、あなた本当に蜷川新右衛門さんですか？いかにも、拙者は蜷川新右衛門でござる。で、こちらがかの有名な一休殿じゃ。一休です。何ですかあなた？私も一休です。え？ご無礼ながら、団地でお金を稼ぐのはいけないことだと思います。その方、一休などとおかしな嘘はやめてもらおう。嘘じゃありません。私は本当に一休です。黙れ。これ以上嘘を言うと、ただではおかるぞ。ではどうするというのじゃ。シモンさん。一休殿、水臭いではござらぬか。拙者に一言も言わず旅立ってしまわれるとは。ごめんなさい。ともあれ、話は後です。今はこの偽物どもを何とかしませんと。はい。え、おい、なんだい、あの二人偽物なのかい？いや、偽物はあちらです。そうでござる、顔見れば一目瞭然。あのとぼけた面構え、無礼な。拙者のどこがとぼけておる？とぼけておるから、とぼけておると言っておる。なんとまあ、拙者とは似ても似つかぬ無罪組。どの口が言う？この口じゃ、見よ、美しかろう。どこがじゃ、この偽物が。お前こそ偽物じゃ。かくなる上は。一休殿。おじきづいたか、偽物め。バカめ。あの、どちらが本物か見極めるなら、力比べよりトンチ比べにしませんか？そうです、それがいい。一休殿がそうおっしゃるのなら、こちらも一休殿がそうおっしゃるのなら異論はない。これより一休殿さえ、一休殿のトンチ合戦を取り行う。はじめ。そもさん、セッパ、川から水を一瞬にして消すにはどうします？川から水を消すとな。紙と筆をお借りしますね。
それでは水を消してご覧に入れます。えい、これで川が山となりました。おお、なるほど、川ごと消し去りましたか。お見事。そもそも切羽、ここに弓があります。これで的を射るにはどうします。気持ちもたちまち幸せに。さすが一休殿。いや、まだまだ、もう一問。来るものもありますから。ほら、正しいことが見えてきました。お顔が墨で汚れてますよ。あなたこそ。別に私楽しくて笑ったわけじゃ。私は楽しかったです。とっても楽しかったです。一休殿、次こそ奴の化けの皮を。化けの皮を剥がされるのはその方だ、この偽物が。定行様、その方らの噂は京の町まで届いておる。とんちで荒稼ぎなど、その方らの罪決して軽くはない。サライス様、きっとこれには訳が。本当はお二人ともこんな嘘などつきたくなかったはずです。そうですよね。お前になりやがる。お父が戦で死んで、お母が売られていって、こうしなけりゃ坊主にならなきゃ、妹だって売られてた。妹？その方は女子なのか。お前らに俺たち兄弟の名にあがる。やめて。私もね、楽しかった。本物の一休さんとんち合戦して本当に楽しかった。けど一休さんのふりして騙してたのは本当は辛かった。だから
嘘つくのはもうやめよね、兄様。おゆき、ごめんなさい。合戦しましょうね。ありがとう、一休さん。ここまでの放送は三菱電機、花王と母上様、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。一休殿、定行殿よりことづてでござる。偽一休とやらは自分は預かり知らぬこと、上様にはそう申し上げると。じゃあ、あの二人は。さて、ここから先は急ぎますぞ。拙者が来たからには必ずや一休殿、母君のもとへお届けいたす。シエモンさん。不思議なもので、拙者には先ほどの兄の気持ちが痛いほどお分かり申した。拙者にとって一休殿は、参りましょう。一休殿。はい。あの関所を越えれば信濃の国でござる。善光寺へ参るにはあの峠を必ず越えるはず。行きますぞ。はい。大丈夫でござるか、一休殿。大丈夫です。母上様が歩かれた道ならば私も歩いてみせます。さあ、ありがとうございます。you
かもしれませぬ。声が届くかもしれませぬ。ごめんなさい、シエモンさんを走らせて本当にごめんなさい。なに、速いものが走ればよいのです。人が馬を走らせぬのと同じこと。一休殿、母君を追うのです。シエモンさんを放ってはいけません。こんなに怪我してるのに。拙者は大丈夫でござる。この前は照れくさくて申せなかったが、拙者は一休殿弟のように思っております。いや、息子のようにかもしれませんね。道を行かねばならぬのです。
走ってますか。はい。自分の足で走ってますか。はい。転んでも立ち上がり必死に走っておいでです。それでいいのです。それがあの子の道となりましょう。一級殿、何をしておられる。萩見はすぐそこに。いいのです。ようやくわかりました。遠く離れていても離れはしないもの、何だと思いますか。遠く離れていても離れはしないもの。それは心です。たとえ遠く離れていても心はいつも寄り添っています。離れていても離れはしません。母上様もそう思っておいでです。だから私も。いつもあなたを思っております。一休殿、一緒に大根を抜いたのよ。干しておけば一冬は越せるから。一休さんは食べてくださいね。今すぐ食べたいな。一冬待たないとダメですか。ただいま、おさえちゃん。一休さん、おさえちゃん、どうしたの。へんね、涙って嬉しくても出ちゃうのね。泣かないでおくれよ、おさえちゃんね、泣かないで。ご苦労様でした。うろじより室地に帰る一休み。雨降らば降れ、風吹かば吹け。雨が降ろうが風が吹こうが、人は皆悩み多きこの世と、そうしたもののないあの世の間で一休みしておるだけなのだから、焦らずじっくりと自分の道を行けばよいのじゃ。この世とあの世の間で一休み。まさに一休でござるな。一休、一休、一休、一休。はーい。面白かった？またね。元気。
ックです。将軍よしみじょってどこが間抜け座じゃ。たわ、すまだね。お腹は減るんですよね。ナムさん、ソモさん、ハーギミの元だよ、どうけど、ごめんなさい